はい、皆さんこんにちは、大塚健二です。 Mac で働いているとね、いろんな客が来るんだよね。まあそんな中で僕がなんかめちゃくちゃ驚かされたお客さんのベスト5をね、今回はご紹介したいと思います。第5位はね、ひたすらポイントカードを提示してくる客。まあ注文をね、終わった後さ、ポイントカードを持ってる人は出すじゃん、楽天とかドコモとかの。なんだけど、注文をする前からずっとこうやってね、ポイントカードを掲げて何も喋らない人が現れたことがあって、ご注文はって問いかけたことがあります。まあそれでそのまま普通に注文していったんだけどね、いやさすがにびっくりしましたね。いきなりポイントカードから入るなんて思いもしなかったからさ、こっちも。まあでも Mac の場合はね、先にポイントカードはできないんでね。いや Mac じゃなくてもできないと思うけど、だいたい値段に応じてね、ポイントがつくと思うから、ポイントカードは注文が終わった後に出してください。で、第4位はね、話を全く聞かない客。コロナ禍の時にね、客席を全部閉鎖してたのよね。もう持ち帰り限定の状態にしてたわけよ。だからもう注文を受ける段階で、お持ち帰りのみになりますけど大丈夫ですかって聞くわけよ、スタッフも。だからそのお客さんが来た時もね、お持ち帰りのみになりますけど大丈夫ですかって聞いたんだけど、それ言った直後に2回行けるんで、そのお客さん聞いてきたんですよね。だからもう一回、お持ち帰りのみになりますけど大丈夫ですかって聞き直したんですよ。何にも聞いてないんだなと思ってっていうかね、入り口入った瞬間にね、客席向かう2階への階段パーテーション立ってるし、電気も真っ暗なわけよ。そんな暗黒の世界にあなた行きたいかっていうところだよね。まあ話を聞かないというよりも周りも見てないっていうね、そんなお客さんでしたね。で、第3位はね、謎の注文をしてきた客。これは思わず笑ってしまったエピソードですね。多分ホットのラテでって言いたかったんだろうけど、めっちゃ大声で元気な声でホットのテラでって言ってきたおっちゃんがいました。ラテって言いたかったんだろうけど第一になっちゃったんだよねまあまあそのままラテで通しておきました。第2位はね、自転車でドライブスルーに来たお客さんですね。これはヘルプで行った店での出来事なんだけどね、ちょうどその時ドライブスルーのやり取りをする担当が、まあ、マネージャーさんだったんですけど、普通に僕レジにいたんですけどね、マネージャーさんがやたらなんか誰かと口論してるからなんだろうって思ったら、一応店の中からさ、外の画面が見えるのよ、注文してるところの。それ見ると自転車に乗ってるおじいちゃんがいて、ドライブスルーは自転車では利用できないんだよね。それをめちゃくちゃ頑張ってマネージャーさんが伝えてたっていう。で、おじいちゃんもなかなか折れなくて、それでめちゃくちゃ口論になってたっていう、そういう状態でした。そこまでしてドライブスルーにこだわりたかったのかなっていう。レジ担当の僕がモニター見れるぐらい余裕あるわけよ、別に並んでるわけでもないし。その口論してる間に自転車置いて中のレジ来た方が絶対早いじゃんと思ったもん。まあ見てる分には面白かったけどね。マネージャーさんは大変だっただろうね。ちなみに馬だったらドライブスルー使えるらしいですよ。見たことないですけどね。さあ、そして第1位はですね、ドライブスルーで犬を散歩させていたお客さんですね。これはびっくりしました。ドライブスルーのスタッフってこうやってなんかつけてるじゃないですか。あれだから車がさ、注文口のところに来たらセンサーが鳴るんだよね。で、応答するようにしてるんだけど、そのセンサーが鳴ったわけよ。鳴ったからご注文どうぞって言うわけじゃないですか。でも全然反応なくて、なんだろうって思って、さっき言ったようにモニターを見たら、おじいちゃんが犬を散歩させてたんですよね。これは衝撃でしたね。まあまあ面白さもあったんだけど、いや普通にドライブスルーって車通るとこじゃん。おじいちゃん危ないぞって思ったのね。そんなところ犬散歩させるなよって思いました。なかなか衝撃のね、お客さんでしたね。お客さんじゃないかもはや。Mac 利用してないもんね、そのおじいちゃんね。まあだからちょっとベスト5に入れていいものかどうかわかんないけど、まあ入れさせてください。面白かったんで。はい、ということでですね、 Mac 時代に驚かされた客ベスト5でした。まあね、いろんなお客さんがいるからこその接客の面白さもありつつ、まあ勘弁してくれよと思うこともありましたけど、まあ総じて僕はね、結構接客とかね、そういうの好きなんでね、まあまあいい経験だったかなとは思っています。何よりもね、自分が店員さんに優しくなれるからね、みんなアルバイトでいいから接客業やった方がいいと思うよ。はい、ということでこの動画気に入っていただけましたら、高評価、チャンネル登録の方ぜひお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。大塚健二でした。今回は上行ってここを回って逃げることも一応できるというね、作りだね。初代はね、それができないからね。
屋根裏部屋の鍵。屋根裏部屋なんだね、いきなり。間に合うかな。あ、間に合わねえや。あ、間に合わないんだ。竹棒間に合わないね。ちょっと巻いた方がいいな、これ。巻く作戦でいこう。